のんぶちゃんの はい、のんぶチャンネルです。よろしくお願いいたします。今日も麻雀の方ですね、やっていきたいと思います。この間からね、ちょっと初心者というかね、これから始めてみたいとかね、興味ありますって方向けにね、少しだけおっさんの解説を入れながらやっております。今日はそれの第3弾でしょうかね、やっていきたいと思います。今日の上がり手の方はですね、薬牌、これでね、いきたいと思います。薬牌というのは、トン、ナン、シャーペイ、ハク、ハツ、チュンというね、自牌を使って、コツを作っていく技です。はい、まあこれね、泣いても泣かなくても、今の自牌ね、3枚1組あれば薬牌というのがつきます。この薬牌なんですけども、今ね、言ったね、自牌の中でならない場合っていうのがあるので、それだけね、ちょっとご注意いただきたいと思いますので、ちょっとね、お話しておきます。白髪チューン、これに関しては、自動的に、もうこれが揃えば薬牌っていうのがつきます。残りのですね、トン、ナン、シャーペイの方ですね、こちらがですね、つく時とつかない時っていうのがあります。つく場合ですね、つく場合は、例えばトンバですとかナンバーっていうね、1回戦目トンバ、2回戦目ナンバーっていうのがあるんですけれども、それのトンバの場合はトンが3枚揃うと薬牌、ナンバの場合はナンが3枚揃うと薬牌という形になります。逆にですね、だからナンバでトンを3枚揃えても薬牌にはならないってことになります。はい、あとですね、自分に吹いてる風というのがあります。ね、こう打つ順番ですね、1,2,3,4 トン、ナン、シャーペンっていうね、順番あるんですけども、その自分の順番の風、例えば3番目だったらトン、ナン、シャーなんで、シャーですね、西を3枚揃えると薬牌になるという形になります。なので、例えばトンバで自分がシャーだとすれば、トンが3枚、シャーが3枚揃うと薬牌にという形になります。はい、そんな感じでね、薬牌という技になりますが、今日はそれのね、縛りでいきたいと思います。一応ね、派生する技ですね、一応ちょっとだけね、ご紹介しております。名前だけね、言うんで、あとね、ご自分でちょっと調べてみてください。まずはですね、ツーイーソーですね、あとは大三元、小三元、そして、大数詞、小数詞というのがあります。はい、いずれもですね、高得点な技になりますので、揃えていくのは結構大変なんですけれども、まあ、手配の中でね、ある程度形が見えてきたら狙ってみるっていうのはいいかもしれません。まあ、薬牌の場合はね、狙っていこうっていうよりは、手配の中にちょっと気配があったので揃えていこうかなっていうようなタイプの役になると思います。はい、ということで、ね、今日は薬牌縛りということで頑張ります。薬牌じゃなかったらですね、まあ、テンパイで終わっていくというのをね、目指してやっていこうかなと思います。はい、ということで、今日はね、薬牌なんで、トンプ戦1回、あとサンマー戦で1回ですね、それぞれでやっていきたいと思います。もしかしたらね、サンマーの方が出やすい可能性があるのでね、そんな形で今日はやっていきたいと思います。今日も振りたい曲ですね、いきます。まずはじゃあトンプ戦からなんとかね、1回ぐらいはね、薬牌でね、上がっていければいいかなと思います。はい、本曲ドラは中ピン、プレイヤーはなんちゃです。実況は私、これね、ペキがあるんですが、これを揃えても薬牌にはなりません。そうです、よろしくお願いします。一体どんな戦いが繰り広げられるのか、これがこう、トイトイね、行きたい感じのね、トイトイはね、また今度おります。この牌に反応するか、ここはスルー。反応してもね、上がれないんでね、まあ、ペキはね、ちょっと切っていこうかな。あ、下茶がね、シャア鳴いたんで、下茶は薬牌がつきます。魔王する人物は一体誰なのか。私これでね、薬牌の気配が全くないというね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。初入ったんでね、ちょっと初待ちで
頑張ろうかなと思います。プレイヤー、これでやんちゃんで方針が定まってきましたよね。振り返りたい。さあ、ここも我慢した。いやー、ここはカンちゃんを払う。どうでしょうね、なんか本日とかね、チュンチャンパイが押し寄せてきている。プレイヤー、あっという間にいいシャンテンだ。上がりまであと一息です。これトイトイ本日あたり、ね、ここはドラを引いた。あー、入っちゃうな。これ違う手で上がりそうでしたよね。均衡を破るのは誰だ。ロン。ここで下茶からロンの声。下茶、幸先のいいスタートを切りました。下茶タイマー。わお。すごい。でかい。いきなりでかいですね。トン2曲、ドラはリャンピン、プレイヤーは親です。現在のトップは下茶です。まだまだ。トップも狙える位置ですよね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。さあ、ここはスループレイヤー乗っている。ここからが腕の見せ方法ですよね。ハクとチュンが捨てられない状態ですね。通常だったらね、あっと、ここで仕掛けていった。切ってそうな感じですけどね。オープン。ここは一歩後退。ここはドラを引いた。なかなか厳しいですね。プレイヤー、逆転することができるのか。いやー、どうしようかな。プレイヤー、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。チューン。しもちゃん、ここは合わせ打ち。さあ、ここも我慢した。しもちゃん、あれですね、ちゃんたけですね。まくしと動き出した。トイトイではないけどな。つま切りが続いてしまった。トイメン、ここはトイツ落とし。プレイヤー、ここはしここ。トイメン、ポンだ。チー、単用だ。トイメン単用っすね。これも安牌。各茶どのように打ち回していくのか。じゃあこっちね、切ってきます。各茶相手の出方を伺っているのか。ドラがね、きついとこなんですけども、このまま静かに場が進行していくのか。あっと、ここでこれが来たのか。角出てないですね。誰か持ってますね、これね。プレイヤー、これでエンチャンテン。ありがとう。あー、ここで来るんか。ハクはションパイなので、とりあえず様子見ですか。様子見も何も。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。アワンはいけるのか。場を制するのは一体誰なのか。いやー、困ったな。これも上がらない。二人転敗です。あー、吐くね。あー、おっかないので待つわね。本3曲、1本はドラはスーソー、プレイヤーはペーチャです。最初にプレイヤーのハイパーについてどう見ますか。
これは気分が楽になります。一体どんなドラマが待ち受けているのか。トーンで役配揃ってますね。はい、あとは綺麗にね上がっていきたいと思いますね。おう神ちゃん、早くも2フード目だ。プレイヤーこれで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。さあどうしようかな。これチューンは切っていけますね。一体この点差がこの後どう変わって、さあここはスルー。さあ何を切っていくのかな。これでリアンチャンテン、マンズの形がいいですね。ハクとハツがねちょっと T 神ちゃん、またも想像仕掛けた。うわどうしよう。安牌ですかね。神ちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。どうしよう。プレイヤーあっという間にいいシャンテンだ。ハクとハツがねちょっと頭でね使っていこうかなと思いますんで。ここはドラを引いた。うわでも安牌下茶が泣かなければ。泣いた泣いた泣いた泣きましたね。あーちうわこれも捨てづらいな。ハク出ましたね。ハク捨てる。プレイヤー逆転することができるのか。三蔵は捨てらんないんだよ。チー下ちゃん、ここでチー本位付けだ。嫌な感じ。チー対面一歩も譲らない。みんな泣きやがってここはドラを引いた。入ったんですけど、じゃあこれ切って、あとはちょっとねマンズですかね。ちょっと切り刻んで、あー切ったどうする。当たりそうだけどちょっとマンズ出てきます。連敗に取らない。はい、取らずにですねマンズを押す。さあこの牌はどうする。ここも我慢した。うわー揃っちゃうんだよなこれが。また、ここでも連敗に取らない。あー切ったのお前。いけたんかい、いけたんかい、いけたんかい。チュンチャンパイが押し寄せてきている。プレイヤーありがとうございます。ここでも仕掛けない。スッチですね。これはでも神茶がちょっと危ない、持ってると思うんで。息を呑む攻防が続いている。通ってるかな。下茶が通してるんだね。このまま静かに場が進行していくのか。神茶がポロッと出してくんねえかな。プレイヤー上がりきることはできるのか。おっと、どう下茶、これは痛い。見事、もう何も言うことなし。プレイヤーこれでトップに浮上しました。いやーなんとか上がりました。本4曲、ドラはウーピン、プレイヤーはシャチャです。トップからね、上がったんでね、ありがたいですね。いよいよオーラスを迎えています。プレイヤートップなので、ここは軽く上がって終わらせたいですよね。ちょっとまたね、役配が薄い感じなんですけども、ちょっと薄いな、どうしよう。うわまあちょっと形ね、作ってきながら。ここからが腕の見せ所ですよね。ちょっと自敗集めていきたいと思いますね。さあどうでしょうかね、これちょっと厳しいな。誰が一番最初に仕掛けるの。さあここはスルー。もう厳しいっすね厳しいっすねどうしようかな。間が静寂に包まれている。役配縛りなんでね、ちょっと自敗が来ないことには先に終わらないっていうね。ここで仕掛けていった。来たかい。ハツしかないですね今ね。各社どんな上がりの形を思い描いているのか。ここで来たか。まあ、プレイヤーこれでリアンチャンテン、方針が定まってきましたよね。厳しいっす。トンバなんでね、難はいらないんですよ。難はいらない。さあここも我慢した。切る。いやー、ま
うわーここで、いや本当はこれね捨てたいんですけど捨てられないので、パスは安牌ですか。あ本当だ、もうダメだ、切りますかね、切ります。周り緊張感が漂っている。いや薬牌ゼロ、おう対面、ここで泣いてきた。これで薬牌の道はですね、私立たれてしまいました。ハツとチュンとハクがもうできてトーン泣かれたんで、少し場が落ち着いてきたかですね。プレイヤーここはシャーも仕掛けない。シャーも2枚出てるんで、私薬牌で上がることはできませんということでね、テンパイ作って各茶どのように打ち回していくのかいいと思います。ここからテンパイだと、ここのね、老朽ですかね、老朽層が入ってくるとチー対面、ここでチーテンパイに行きやすいのかなっていう気がします。スーアンが、あー、対面ちょっと危険な匂いがするんで、各社相手の出方を伺っているのか。スーアンキープで、あ、でもない薬害にいいかな。リーチ、おっと、ここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてここをしのげるのか。突っ張っていった。筋、神茶の筋ですね。さあどうしようかな。ああそっちかい。降りる気はない。当たるか。あ当たらない、危ない。ロン、ロンの声がこだまする。まあうまく打たれてしまいました。おおでかい。あ逆転されたか。プレイヤーのトップを守りきった。ギリギリでギリギリでしたね。はい、なんとか薬牌で上がることができました。ありがとうございます。トンプね、なんとかね逃げ切りました。ギリギリでしたね。それではですね、次サンマーですね、行ってみたいと思います。まあ、こちらの方がね比較的薬剤にね出やすい感じになってると思います。はい、ただまあ手配にねやっぱりちょっと揃ってないと難しいかなというのね。本局ドラはチーソー、プレイヤーは親です。プレイヤー何を引いてくるのか注目ですよね、はい、一体どんな戦いが繰り広げられるのか。厳しいっす。あ、立ち親で、立ち親でってことになるとちょっと厳しいっすね。誰が一番最初に仕掛けるのか。プレイヤーここから一歩でし、まあ、更新が揃ってきましたね。単4で上がるパターンですよね。あ、まあ、なんとかねちょっと揃えてと思います。任せ、ああ対面ドラさん、さあこの範囲ここはスルー。おーどうしようか。対面がね怖いことやってるんでね、どうしましょうって感じですね。魔を制する人物は一体誰なのか。ここは一歩後退。捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。安牌もねあるんでね。均衡を破るのは誰だ。まあ、なんとハクが、おっとここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてここをしのげるのか。いやー参ったな。ちょっとハクとなんか危険ですね。あ、ハクがなくなった。ハクなくなりましたね。ナンは薬牌ではないので切っていきたいと思います。どのように打ち回していくのか。ナンギ、これは華麗な打ち回し。あ、こう言ってる間にですね、イーペーコーの形が仕上がって、うーわこれどうする。プレイヤーいいシャンテンだ。よくここまで持ってきたな。これはいけるんで、これは下茶の現物ですよね。ハツから先ほど切ったばかりを、痛いなこれ。
落ち着いてます、本当に落ち着いてます。さあ引いた、プレイヤーテンパった。これで初が来ればと思ったんですが出ないですね。流局誰も上がらない、全員テンパイです。おなてんでしたね。2曲一本馬ドラはシャチ、プレイヤーはシャチです。ここからどのような手になるのか注目ですよね。さあシャーなんでね、ここからどう打ち戻していくか。シャーがドラなんでちょっとシャーね、集められるだけ集めていければと思いますね。馬は膠着状態だ。いやどうでしょうね。まあこの辺ですかね。重い空気のまま場が進行している。おっとチュン切られる、チュンチャンパイが押し寄せてきている。プレイヤーこれでのチャンペン、ここから何を引いてくるか注目ですよね。イペコできちゃったんですけど、タンヤオにしようかなってね。まあでも薬杯ね、あハックが亡くなったので、ハックさようならですね。シャアももう切られてますね。あとね、2枚眠ってますんで、間が静寂に包まれている。なんとか引いて、紐切りが続いてしまった。いければですね。さあ恐ろしい、各社相手の出方を伺っているのか。ハツが出てないので誰か持ってるかな。おっとここでリーチだ。プレイヤー行くのかな。果たしてここをしのげるのか。おっとシモちゃん、これは思わぬ失点。トイメ、幸先のいいスタートを切りました。なるほどね。トン3局、ちゃんとあれですね、トイメンの方もね、狙って打ってるような気がしますね。現在のトップはトイメンです。まだまだトップも狙える位置ですよね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。シンドラは進走、プレイヤー早くもリューチャンテン。ここからが腕の見せ所ですよね。チュン出たら泣こうかなと思いますね。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。ちょっと微妙な感じが、微妙な。つもぎりが続いてしまった。あ、ペキもね、実はね、薬杯になってます。3マラバラね、ペキ薬杯です。はい。ペイチャがいないんでね、ペキ薬杯。ここはドラを引いた。これは取ってればよかったですね。さあ、この杯を、負けじと動き出した。これでだいぶ楽になりましたよね。はい。ああ、商売なのでね、とりあえず様子見ですか。三蔵がもう一枚入ってくるとね、非常に。パックンもシャア切ってみるかな。パックンまだ2枚ありますね。逆転することができるのか。おっと、ここでリーチだ。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。プレイヤー、イーシャクサー、この牌はどうする。ここはスルー、切ってきます。ここは一歩交代、ローピンもOKだな。追っかけリーチ、ロー、トイメン、これは思わぬ失点。まあ親のリーチを切りましたね。テンヤソナン一曲、ドラはナン、プレイヤーは親です。キャッチボールをねされてるようですね。腕を試されるハイパイです。それでは対局の模様に注目しましょう。薬杯がね、気配がないとこからね、薬杯狙ってこうってなかなかやっぱり難しいですよね。いやこれはでもね、どうしよう。ちょっとなんと、まあナンバーなんでね、ナンが薬杯なので、十分にトップを狙える点差だ。どうしようかな。ここは一歩後退。薬杯難しいから、これどうでしょうね。まあペキもね薬杯なんで、
重い空気のまま場が進行している。チューマー違います。あ、これでチューマーなくなりましたね。チューン切ってきます。プレイヤー、これでリアンチャンで方針が定まってきましたよね。さあどうする、さあどうする、ここで来るんだ。じゃあちょっとこっちね、何切ったな。敵は1枚、あとまだある。何もまだある。誰が一番最初に仕掛けるのか。可能性はまだね、ありそうなんで、ちょっとね、しがみついてね、いきたいと思います。間が静寂に包まれている。おう、1、2、3、4。統一が4組。間は膠着状態だ。初はないですね。はい。周り緊張感が漂っている。なんと敵はまだちょっと埋まってそうなんで、引いていければね。少し間が落ち着いてきたか。引いていきたいですね。各者どのように打ち回していくのか。おっと、大根になった。各者相手の出方を伺っているのか。うん、トイメン、ここで噛んだ。シンドラは言いそう。おっと、まあしょうがない。プレイヤー、いいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。あ、何がなくなっちゃった。あ、ベッキー失敗ですね。おっと、ここでリーチだ。プレイヤー、切ないな。どうするんだろう。果たして追いつくことができるのか。これはトイメンの現実ですよね。ツモ、おっと、トイメン、これは強烈なツモ上がりだ。まあ、うまく打たれてしまいました。結構トイメンやりますよね。何2曲ドラマ、まだね、3枚1回も上がってないので。あ、現在のトップはトイメンです。まだまだトップも狙える位置ですよね。果たしてこの曲を制することができるのか。ちょっと上かな。あ、お、ちょっと。プレイヤー、これで一歩前進。見えました。ここから何を弾いてくるか注目ですよね。プレイヤー、乗っている。ここからが腕の見せ所ですよね。おっと、どうしましょうね。あわよくば、ここはカンチャンを払う。トイメン、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。おーっとっとっと、危ない。プレイヤー、これでリアンチャンテン。方針が定まってきましたよね。ああ、入ったよ。第三元チャンスですね。どうしようかね。ちょっと行ってみますか。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。ちょっと行くとこまで行ってみます。プレイヤー、いいシャンテンだ。よくここまで持ってきたな。はいはい、ピンズが伸びると見たんですね。これやばいんじゃないですか、これ。プレイヤー、逆転することができるのか。これは先ほど切ったばかりの。いや、厳しいな。プレイヤー、ドラがかぶってしまった。来た。誰も上がらない。プレイヤーの一人テンパイです。ちょっと反則技のような感じのテンパイですが、今ね、地位統一テンパイですね。はい、まあでもね、惜しかったですね。今うまくいけば第3弦小3弦あたりね、今いけそうな。この試合もすごいいい手でしたね。ボーナスを迎えています。プレイヤーツモなら、マガン、ロンなら、ハネマンを上がればトップですね。さあ、どのような結末が待ち受けているのか。どうします。プレイヤー、ドラさんゲット。これでマークされちゃうかな。あ、いいですね。泣いてきます。いらないとこね、初はギリギリまで絞るのかな。いらないとこ排除して泣いて泣いていきます。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。何を聞いた。プレイヤー、あっという間にイーシャンテンだ。ストレートに引けるかな。カン、
プレイヤー、ここで噛んだ。シンドラは3品。あーちょっとパーティー切ったね。こっちですね。あっと親リーが入った。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。ドラは引いてしまった。あ、マジかよ。ここでマジか、読みすぎた。もう上がっちゃった。あ、そっちか。ちょっと深い読みしすぎました。あ、終わっちゃった。いやちょっとね、最後深読みしすぎました。素直にね、捨てておけばよかったなと思いますね。はい、まあ、ということでね、一応トンプの方はね、1回上がりまして、しかもトップでね、取れたんでよかったなと思います。やっぱりね、手牌の中にね、ある程度揃ってないとなかなかね、狙ってこうっていう風にはね、思わないような手なんですが、まあ気配がね、感じ取れたらぜひですね、薬牌でつけていくっていうのもありなんじゃないかなという風に思います。泣いてもいいんでね、非常にね、作りやすいかなとも思いますし、はい、こんな技もね、お楽しみいただければという風に思います。はい、今日は薬牌縛りでね、やってみましたが、やっぱりなかなかね、難しいですね。はい、本日は以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。